皆さんこんにちは、部長と申します。今年もウィンのカタログが面白かったっていうことでですね、ウィンのカタログは全キエボファンが見る価値のある一冊となっておりますので、いや、ぜひですね、見ていただきたいですね。というのもですね、よく一口のカタログである馬のね、紹介とかポイントっていうのが、もうめちゃめちゃ正直なんですよね。もう行き過ぎてるぐらい正直で、もう本当にいい点はもちろんのこと、まあ悪い点というかね、結構本当に営業的な面っていうのが非常にこう薄く感じられるというか、こう信頼性がすごい高そうだなっていう内容になってるんですよね。というかまあ何を隠そう、書いてる方がコスモビューファーム、そしてこのウィンをね、率いられているあの岡田義弘さんということでね、岡田総帥の息子さんがもうそのままストレートに一頭一頭のコメントくださってますので、いや、これは相当貴重な学ぶ機会だなというところですよね。もうそれだけで言っちゃえば、ノーザンだったら吉田克美さんがシルクとかキャロットの募集馬のコメント一頭一頭書く、ノルマンディだったら岡田真紀夫さんが一頭一頭本音でこの馬はこうですって書くみたいなもんですからね、相当ありがたい情報がウィンには載ってるわけですね。ということでね、今回はちょっとなんとかピックアップして、ちょっと私がね、これは面白かったなという内容の馬ご紹介していきたいんですけど、まずはこのウィン・シャトロエーヌさんですね。で、本馬っていうのはルーラシップの初子の牝馬で2600万円なんですよね。お母さんは確かに5種を挙げた馬のものの、まあ私のね、パッと見のこの情報だけの印象としては、まあちょっとルーラシップの牝馬ってそんなに走ってる印象がなかっただよなっていうのと、やっぱり初子っていうところが若干ね、やっぱり気になるところがあるかなというところだったんですけれども、これ普通のね、タクロブの募集だったら、まあそこはもう全くもって心配ないですよと。っていうかもう、あんまりね、その、マイナスな情報っていうのは出さないと思うんですけれども、いや、ウィンさんの場合はですね、もう突然最初の一言から、父の3区のうち活躍馬のほとんどは5馬ですって書くんですよね。いやー、これは素直すぎる。これ突然一中行目で言われたら、おおってなりますよね。しかも、メスもいるけど、それ全部ノーザンファーム生産ですよと。なんであんまデータとしては使えませんよと。そこまで書いてくださっていると。いやー、これはね、それ言っちゃうのかいっていうね、商売好きの人にはちょっと感じるところじゃないかなと思いますよね。実際やっぱりですね、見ていただければわかるように、ノーザンファームの割合っていうのが非常にね、フルラシップは多くてね、そして牝馬ってなるとさらにその勢いっていうのは加速するわけですね。この賞金上位の馬は、リリーノーブル、ウラヌスチャーム、ディアンドル、すべてノーザンファーム生産ですので。まあただこれをね、会員さんが調べてわかることではあるものの、このカタログ見て初めて知る人もいるわけで、そこをあえてこう教えてくれてるっていうのが、いや、本当ある意味では良心的というかね、本当、あ、そういうものなんだっていう気づきを与えてくれるっていうのは本当にありがたいことだと思いますよね。まあただですね、もちろんそのネガティブなことだけではございません。こうやってね、募集馬ラインナップする時点でもウィンさんっていうのはかなりの本気の選定をしてくれてるっていう印象が私はありますんでね。そのメスで確かに初子っていうところもあって、体も大きくないんですけれども、それでもすごくいい馬なんですと。やっぱりですね、そういう悪い点っていうか、情報もこうやって出してくれてるからこそ、いい点もこうよりこう信頼性が増すっていうところはありますよね。ネガティブプレゼンじゃないですけれども。でも生産の段階の話までしてくれてるわけですよね。もう元々ボバが生まれる前提で配合したんですよねって。そして生まれてきたのは、まあ、牝馬だったと。まあでも、牝馬とはいえめちゃめちゃいい馬だったし、もうエンジンは大きそうだし、もうそれこそ夢があってクラシックも狙いたくなるようなレベルにある。っていうね。まあ、このクラシックっていう文字はいろんなクラブで出てくる。それこそこんなクラシック言ってたらもう全頭クラブ場で埋まっちゃうじゃないかっていうね、勢いで書くところが結構多いですけれども、ただやっぱウィンさんだったら本当にそれぐらいの手応えがあるのかなっていう信頼性は非常に高いかなというところでございますね。結構ですね、価格で言ってもですね、その血統で父だけの名前とかで判断してないんですよね。例えば売れるとしても、本当にね、その馬が良かったら高くするし、若干高くない評価の場合は値段も下げる。そういったところを貫いてるっていう印象がやっぱりウィンさんにはありますね。それこそ今回の募集馬見ても、アクフィサンクなんかが3200万円とかでも募集されたりするわけですね。それこそ社代の北サンブラックであったり、
まあ、頻繁ですけど、ファニーヤ産駒よりも、まあ、高額設定になっていると。そもそもこの父の産駒で、私調べでは歴代最高額っていうことに、この金額はなっておりますので、まあ、単純に見たらやっぱりね、高くも見えるんですけど、でもやっぱりウィンさんだったら本当に出来がいいからこそなんだろうな、というふうに捉えることは結構できると思いますね。ただやっぱり人気状況的に言うと、結構決闘っていうのは大きなファクターになっていて、まあなかなかそこに繋がりづらいっていうところがありまして、大人気というわけではないんですけれども、まあただ私的な感触としてはね、その一口馬主 DB さんのコラムとかも見させていただきましたけど、その価格の印象ではなくて、そちらに乗っかってみるっていうのは、まあ大いにありなとも言えるのかなっていう、まあ感触はありますね。まあもちろんね、その安く設定されている馬が、血統的な今だったらもっと高くしてもいいんだけどなとかっていう馬が悪いとかってわけではないと思うんですけどね。ただやはり相対的に見ると本当に血統だけじゃなくて馬がいい馬を一頭一頭見た上で価格設定してますよっていうのはやはり信頼していいんじゃないかなっていう熱意を、まあ私は感じているところでございますね。まあちょっと話はずれましたけれども、まあ私が今回のこの本番のチェックポイントで自分の認識とすり合わせしてやっぱそうなんだなって思ったのが、やっぱこのぐらいの大牧場さんであっても、やはりノーザンファーム生産だとなかなか正確な商売の判断っていうのは難しいよねっていうのは、まああるんだなということですよね。まあそんだけその商売の影響力以上にノーザンファーム生産育成っていうのは非常に強いっていうことですね。だから本来のその商売単体で見た時にね、繁殖も日高で生産も育成も日高でってなった時はやはりまた違う見方をする必要があるんだなっていうのはちょっと強く、まあ、今回感じましたね。もちろん相性っていうのはあるんでね、あれだけノーザンファームさんが注力していても日高の方がジワマが出ていたりするっていう傾向のある馬もいますので、もちろん一頭一頭そこは精査する必要ありますけど、まあ、あくまで傾向としてはノーザンファーム生産育成場が活躍場で多くて、他でねちょっと実績が若干落ちるなという乗馬の場合は、まあ、注意して見る必要があるということでございます。そして次にですね、イクスキューズの21でございます。本場とね岡田総帥のドラマをご存知の方は激アツ展開が来たかなというところでございますけれども、まあ、もうね決闘的にも当然期待されて金額も3200万で、これはもう日本ダービー狙えるでしょうと、こうゴリゴリでね営業的には押したくなるところだと思うんですよね。ただですね、岡田さんの場合はねそこもしっかりと冷静なねコメントっていうのをしてくださってるんですよね。もちろん出来良くてもう最高傑作だと思ってますぐらいの勢いなものの、その日本ダービーという点に関してはちょっと間に合うかギリギリな気がしますということでね、このギリギリっていう表現自体がなかなか他のクラブでは見られないですよね。いやもう桜の舞台が今から見えてますよとかね、府中の直線で羽ばたく姿が見えますとか、もうそんぐらいの勢いで結構ガッツリ書くクラブは多いので、これだけのね代表馬レベルの決闘馬をちょっとギリギリかもしれないですねとはやっぱ書かないんですよね。そこをやっぱ正直にやっぱ襲う生まれなんでっていうところを変えてくれてるっていうのは、いやー本当にやっぱ営業的な面は本当要素少ないんだなというかね。だって日本ダービー取れる逸材ですとか書かれたらもう相当訴求力ある中であえてこうやってちょっとどうすかねみたいな感じで書いてくれてるんですから、いや本当ね、いやーそこまで書くかっていうぐらいちょっと面白いですよね。そして他にも今年はゴールドジップのボバ、まあ去年もでしたけど結構多くて、まあ、かなり当たりの世代とも感触があるみたいですね。詳しくは一口話 TV さんのジローマルさんがね取材して激アツの内容で語ってくれてるコラム見てほしいんですけど、もうこのチェックポイント見てもほとんどの馬が熱いですね。本場の写真のお城見てくださいと、すごくないですかと、もうブログレビューで問いかけてくれるわけですね。あとはやっぱその商売の特徴とかもね、ほんと包み隠さず話してくれてるんで、もう単純に勉強になりますよね。ゴールドシップ産駒のボバは、やっぱり歩かせると重そうに見えていたり、持て余してる感があるっていうのは結構あるみたいなんですよね。まあ確かにレースぶりから見ても、
こう鋭いっていうタイプではない馬が多い、長くこう足を使うっていうタイプが多い印象はありますけれども、まあ実際その生産時とか牧場の時からもそういった特徴は出るんだなという、すり合わせがまあできるというかね。で、本馬も素晴らしい馬です、芝馬ですと、柔らかさもありますよというポイント並ぶんですけれども、でも距離は2000まで持てばいいかなと、皐月賞は正直ギリギリだと思いますというね。いや、それ書いちゃうんかいっていうね。ゴールドシップ3区で皐月賞っていう印象めちゃめちゃ強い方多かったと思うんですけど、いや、そこはギリギリなんかいっていうね。いやー、いいっすね。それこそ、その馬体もね、良かったとして、このゴールドシップ3区っていう字面だけあったら、もう皐月賞もダービーもがっつりいけるタイプですよって絶対書いちゃいますよ。そんな中、あくまで岡田さんの感触としては、一頭一頭正確に見ると、ゴールドシップ3区といえど、2000はちょっとギリギリかもしれませんよ、現時点ではっていうことをこう教えてくださってると。いや、これは本当最高の参考材料になりますよ。本気でやっぱり、皐月賞ダービーっていうクラシックを第一目的で置いてる方は、そういった内容を書いてる馬に行けばいいし、逆にそこには縛られずね、ゴールドシップ3区のいい馬をっていう持ちたい方は、本当にそのまま行けますし、まあ何より、やはりレースの選択とかも、やはりこの岡田さんが関係するっていうところもあると思いますし、もうめちゃめちゃ現役生活に直結する会員さんにとってはもう神のような情報だと思いますね。やはりどうしてもタクラブでここまで現場の方がね、代表の方がストレートに感想を言ってくれてるところってないと思うんですよね。まあそれはもう全然ダメとかではなくて、やっぱ営業的な面がどうしてもやっぱビジネスなんで入ってくるのはまあ仕方ないですし、まあいい点だけを話すっていうのも一つの作戦だと思いますので、まあ、むしろそっちがスタンダードの中であえてね、いや、ここまで素直に語ってくれるっていうのはありがたいですよね。そして最後にね、このアルドゥールの21、ビーチパトルソングについての内容なんですけれども、ここもやはりね、ウィンさんの特徴が出ているところで、そのね、父と母の配合理論であったり、そしてそのデビュー以降の話も早速出ていて、ちょっと大物感はないんですけれども、芝の長い距離は出走頭数が少ないんで、そういった舞台でレースに使いやすくね、コスパよく稼いでくれるんじゃないですかと。もう場外の心配もなく、末長く活躍してくれるタイプで、なかなかクラブライフを楽しめそうですよというね、内容になっております。まあ、まずそもそもに、この大物感はないっていうコメントはなかなか他では見られないですよね。小柄だけど大物感めっちゃありますとか、この価格ですけど実はすごいですよっていう、そういう内容にどうしてもなりやすいんで、まあ必ずしもどっちが売れるかっていうのはわかりませんけれども、どちらを信頼できる内容かって言われたら確実に私はこちらを選ぶかなというところでございますよね。でも単純にこうやってレースをね、考えるような代表の方が、こういうやっぱ芝得意っていうのは稼ぎやすいんだなっていう認識でいるっていうことだったり、あとは大元としてウィンさん自体全体的にやっぱそういった舞台で走らせる傾向があるっていうのを、まあやっぱこういう馬からね、改めてこう認識できるところもあるでしょうし、いや、これもまたね、ありがたい内容ではないかなと思います。はい、ということで、まあ前頭ね、見る価値のある、まあ単純に見物としても面白いですし、まあ馬選びの参考材料としてももちろん素晴らしいものがありますので、いや、ぜひね、全競馬ファンに見ていただきたい内容となっております。まああえて最後に私的な感触の良さそうな馬ですと、まああくまで私はね、その血統とか厩舎の面でご了承になってくるので、その馬の馬体の良し悪しとかちょっとわかんないんですけれども、こちらのウィンティアラなんかは面白そうじゃないかなと、コスパ的な面で、あとはやっぱ脂肪馬的に言ってミッキーグローリーは非常に面白い存在ですね。岡田グループさんだったら特にもう狙いの一頭じゃないかなというところで、それでボバーで1600万で西園さんですからね、もう非常にもう信頼できる厩舎さん、一口向きの出走回数とかもありますし、なおかつ走らせてくる厩舎ですんで、しかもハービンジャーを挟んだことで3での 3×4 にもなりまして、てかまあハービンジャーはやっぱ私は当たると思っておりますんで、そこにボバでってなったら本当パッと見は一番コスパいいかなというところ正直あります。まああえて言うなら、そのミッキーグローリー自身はマイルでガッツリと切れ味を見せた馬だったので、先ほど言ったように中長距離タイプかってやると、塩場だけで見るとどうかなというところであるんですけど、まあそこはね、ハービンジャーだったり、ウィンの育成さんと
かで、まあ、さらにスタミナもつけて、かつそのミッキーグリルの良さだったり瞬発力、サンデーのクロスでさらにアップして、いや本当大舞台狙えてもおかしくない背景っていうのはあるのかなと思います。まあ、人気にもねそこそこなってるみたいなんで、やっぱりそうだよなという感じではあるんですけれども、まあ、私も推しの一頭として出しておきたいですね。ただあくまで先ほども言ったように、私はねその決闘だけで見たところになりますので、その岡田さんは、ね、本当にその決闘以外の点でかなり正直な評価をして、この価格になってますよっていうところを実際におっしゃっておりますので、まあ、そこら辺はねぜひ判断していただいて、まあ、実際のところやっぱり今のねもう金亀とかディープ以外で戦国状態にあるっていう商売状況なら、まあ、それ以外の点で評価の高い馬が走る可能性高いっていう風にも見ることができますのでね、まあ、そこは馬選びの楽しみがいろいろと広がってる段階ではないのかなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。